ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ふう、食べた食べた、やっぱりケーキバイキングは最高ね。周りの人が引くほど食べてたな。正直、私も若干引いてるぜ。せっかくの食べ放題なんだから、いっぱい食べなきゃもったいないじゃない?この世とおさらばする前にも、こうして自分の好きなものを食べまくりたいわ。死刑囚だと、最後の晩餐として、自分の望んだものが食べられるぜ。まあ、中には結構めちゃくちゃな要求があったりするけどな。死刑囚が最後に口にするものかー。どんなものを食べてたのかしら?それじゃあ今回は、囚人が要求した最後の晩餐6選について解説していくぜ。まず最初に紹介するのは、デイビッド・レオン・ウッズ。彼はテレビを盗むために他人の家に押し入って、ナイフで一人の命を奪ったんだ。テレビを盗むために、それくらい普通に買いなさいよ。どんな事情であれ、人の命を奪ったウッズには死刑判決が下った。そして彼が望んだ最後の晩餐は至ってシンプルだったんだ。何を注文したのかしら?ピザとケーキ。ただし、このケーキというのがバースデーケーキだった。バースデーケーキ、ってことは、名前の書かれたチョコとか、砂糖でできた人形が好きだったのかしら?いや、どうやら死刑執行の日がウッズの誕生日だったらしいぞ。一人でケーキを頼んで、一人で祝って、一人で食べたそうだ。なんか、しんみりしちゃうわ。自分がこの世に生を受けた日に自分の人生が終わりを告げるなんて、ひどい偶然だよな。罪を犯さなければ、もう一つ年を重ねることができたかもしれないわね。次に紹介するのは、フィリップ・ワークマン。彼はコカインを購入する金銭を奪うため、アメリカ、テネシー州のナッシュビルにあるハンバーガー、チェーン店、ウェンディーズ、に押し入り強盗を試みた。強盗した時にやっちゃったの?ああ。駆けつけた警官と揉み合った結果、警官一人の命を奪ったんだ。動機が、コカインを購入する金銭を奪うため、ってことは、依存症にでもなってたのかしら?そうみたいだな。ワークマンはコカイン中毒に陥ってて、さらに逮捕された時はホームレスだったそうだ。そんな彼の最後の晩餐だが、かなり意外なものだった。まさか、コカインとか、ピザだ。それも、自分が食べる分ではなく、ホームレスに与えるよう頼んだぜ。へ、自分以外の人にあげる分でも頼めるの?当然無理だ。刑務所はワークマンの要求を通すことなく、死刑に処した。けど、この後奇跡が起きるんだ。奇跡?まさか。彼の話を聞いた人たちが、ワークマンの名前で多くのピザを注文。ナッシュビルのホームレス支援施設では、800人以上が届けられたピザを手にしていた。800人分のピザ?すごいじゃない?ホームレス支援施設のほか、ナッシュビルの少年支援施設にも彼の名前で注文されたピザ17枚が到着。約260人の少年が暮らすこの施設では、職員がピザの経緯を説明して、ワークマンがホームレス問題を知らせるために取った行動だと語ったそうだ。奇跡がさらに奇跡を呼んだのね。これだけじゃない。遠く離れたミネソタ州ミネアポリスからも、ピザの注文があった。ミネアポリスの地元ラジオ局が、死刑執行日の朝から彼に関する番組を放送したんだ。なるほど。これがきっかけで奇跡が起きたのね。ラジオ局のディレクターは今回の件で、死刑執行が、素晴らしい行動につながった物語だ。多くの人々が、知らない人に寄付するという行動を起こしたのだから、と語っているぜ。人の命を奪ったのは悪いことだけど、最後の最後に良心が勝ったんだわ。次に紹介するのは、ピーター・ジェイミニエル。彼はコカインを強奪するため、人に殴る、蹴るの暴行を加えた結果、その命を奪ったんだ。またコカインか。麻薬は人生を狂わせるわね。狂ってるのは人生だけじゃなくて、食欲もだぜ。ミニエルがどれぐらい食べたと思う?どれぐらい、って。まあ、ハンバーガー3、4個くらいとか。それだと彼の食欲は満たせないな。いいか、よく聞けよ。まずは20個のビーフタコスと20個のビーフエンチラーだ。それから2個のダブルチーズバーガーにハラペーニョピザだ。ちょっと何言ってるかわかんないです。まだまだ、さらにフライドチキンにスパゲッティ、チョコレートケーキにバニラケーキ、クッキーとアイスクリームも忘れるなよ。フードファイターの人かな。あとキャラメルにピーカンファッジアイスクリーム、フルーツケーキで固形物は終了。続いてコカ・コーラ2本とペプシコーラ2本、ルートビール2本にオレンジジュース2杯でフィニッシュだ。次の日アナコンダみたいなうんこでそう。安心しろ。次の日にはもうこの世にいない。それはそれで安心していいのかしら。次に紹介するのは、ジェームズ・エドワード・スミス。彼は、1983年に保健事務所に窓から押し入って、事務員の命を奪った後、金銭を強奪したんだ。なかなかぶっ飛んだことしてるわね。役にはまってたのかな?
それよりもっとヤバいのにハマってるぜ。というのも、彼の最後の晩餐が問題なんだ。また大食い系死刑囚？死刑囚を YouTuber みたいに言うなよ。スミスが希望したのは、ラダクンダの土だ。何それ、ツバメの巣みたいに実は食材だったりするの？いや、正真正銘ただの土だぜ。っていうのも、スミスはブーブー教の元教祖で、要求した土も宗教の儀式で使われる聖なるものらしいんだ。その土を食べると何かいいことでもあるとか？その土を食べることで、死後魂が幽霊の世界に行ってしまうことがないからだとされているぞ。まあ、この要望は却下されたから、彼は仕方なく、一杯のヨーグルトをリクエストしたけどな。急にヨーグルトとか、お通じが悪いのかな？スミスは死刑が執行される直前に、ハーレクリシュナと叫んでこの世を去った。ハーレクリシュナ？どういう意味なの？この言葉はおそらく、ハリシンであるクリシュナよ、という呼びかけだと思うぞ。クリシュナを神として熱烈に崇拝しているヒンドゥー教チャイタニア派の人たちが特にこの呼び方をするんだ。神様の名前を呼んでるのね、オーマイガー、みたいなもんか。それはちょっと違うんじゃないか。チャイタニア派はベンガル地方から起こって他の地方にも広がったけど、特に一部のアメリカ人の間で熱烈な信徒が現れたんだ。彼らはところ構わず、ハレー、クリシュナ、と交渉することで有名だぜ。なるほど、この人は宗教にハマってるヤバい人だった、ってわけね。次に紹介するのは、ローレンス・ラッセル・ブリュワー。彼は同じ白人の男たち二人と一緒に、ジェームズ・バード、という一人の黒人男性を呼び出したんだ。なんか嫌な予感がする。その予感は当たってるぜ。ブリュワーたちはバードに殴る蹴るの暴行を加えた後、バードの足をチェーンで縛って車で 2.4km 引きずり回した挙句、最後に首を切り取ったんだ。人のやることじゃないわね。もちろんブリュワーたちはこの出来事がきっかけとなってテキサスで死刑判決を受けた。で、彼らの中でも特にブリュワーが前代未聞の行動を引き起こしたんだ。もしかして、また奇跡的なことが起きるとか？最後の晩餐が廃止になった。は？なんでよ。人生最後の食事よ。ブリュワーのいたテキサスに限るけどな、これには理由があるんだ。彼が最後の晩餐として希望したのは、とにかく大量の食事だった。またいっぱい食べたの。牛カツレツとトリプルチーズバーガー、牛ひき肉入りチーズオムレツ、トマト、オニオン、ハラペーニョ、ベルペッパー。フライドオクラ山盛り、バーベキュー肉約 500g、食パン1袋、3個のファヒータ、ピザハットピザ。また大食いしてる。さらに、500ml のブルーベリーバニラアイスクリームにピーナッツファッジ、それにルートビール3本だ。量は多いけど、全部食べたんなら問題ないじゃない。というか、量が多いんなら最初から要望に応えなきゃいいでしょ。食べてないんだ。え？用意されたこれらすべて、お腹が空いてない、と言って食べてないんだぜ。これに怒ったテキサスの上院議員と刑事司法局局長が最後の晩餐の選択権を廃止。今後は刑務所内の他の受刑者と同じ食事を取ることになった。死ぬ間際まで迷惑かけるとか、ほんとろくでもないわね。テキサスはアメリカで死刑執行が最も多い州で、全米の死刑の3分の1が執行されているんだ。つまり、ブリュワー一人のせいで、それだけ多くの死刑囚が最後の晩餐を口にすることができなくなったんだぜ。最後の食事くらい、満足のいくものにしてあげたいわね。最後に紹介するのは、ジョン・ウェイン・ゲイシー。こいつは相当ヤバいやつだから、覚悟して聞いてくれ。ごくり。彼の犯した罪は、アメリカ史上最も有名で残酷な犯罪の一つとして知られてるんだ。資産家の名刺でチャリティー活動にも熱心な模範的市民と評価されていたゲイシー。しかしそれは表の顔で、裏の顔は恐ろしいほどの犯罪者だった。どんな犯罪をしたの？彼はピエロの格好をして、少年や小さい子供の心を引きつけ、家に連れ込んだ。その後虐待を繰り返した挙句、口にするのもはばかられるほど残酷な方法で命を奪った。どんだけむごいやり方したのよ。ゲイシーにより、少なくとも33人の少年が暴行後、命を落としたそうだ。さらにそのほとんどは、自宅の地下室の床下に埋められたぜ。なるほど、これはやばいわ。この事件が明るみに出ると、彼は、殺人ピエロ、キラークラウンと呼ばれるようになったんだ。そしてもちろん、ゲイシーには死刑が言い渡された。で、最後の晩餐ってわけね。彼の最後の晩餐は、ケンタッキーフライドチキン、フライドポテト、エビフライ、イチゴ、ダイエットコークだったぜ。ダイエットコーク？死ぬ間際に体型気にされても。まあ、確かに太ってはいるよな。地獄ではスリムな自分でいたかったのかしら。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。